さあ始まりましたラジオ女子チャンネル。今日のメンバーはこちらです。はい、5期生の上田千尋です。はい、リーダー小松里穂です。はい、3期生笠原ひかりです。はい、よろしくお願いします。ひかりちゃんがさっき言ってたことめちゃくちゃおもろかったさ。この撮影始まる前に急に言ったこと覚えてる？覚えてないです。本当日が落ちるの早くなったね。日が早いね。おばあちゃんみたいな。おばあちゃんみたいな。本当気をつけていこうね。ラジオ好きの女の子が集まり、2017年に結成された名古屋のアイドル、ラジオ女子。このチャンネルでは、そんなラジオ女子の知名度を上げるとともに、新型コロナウイルスで元気がなくなっている東海3県を盛り上げていきます。前回に引き続き、居酒屋や飲食店が立ち並ぶ中区金山周辺をブラブラ。最近はラジオ女子ライブできてるんだっけ？できました。私、生誕祭がやっとできました。おめでとう。ありがとうございます。ちなみに誕生日何月何日だっけ？2月4日です、ね、8ヶ月遅れの生誕祭。本当にどんな気持ちなの？8ヶ月遅れの生誕祭って。21歳の生誕祭だったんですけど、ライブ中その21歳の抱負はみたいに聞かれるんですけど、もうあと4ヶ月くらいそうじゃんね。そうね。まあ、でもお祝いしてくださって、めちゃくちゃ嬉しかったです。なんかやっぱりさ、生誕だと特別なこととかやったんじゃない？ピアノの弾き語りをしました。すごかった。本当にめっちゃちゃんと弾き語り見とった？見ました。どうやった？なんか練習めちゃくちゃ間違えてたけど、本番めっちゃできるみたいなね。ねノーミスでした。お、本番ノーミス？はい。あれ待って、今スタッフがえって言ってるけど、ノーミスだよね。はい、ね、完璧すぎて。ちょっとりほちゃんが披露したピアノ演奏の模様がこちら。序盤以外は持ち直し、最後まで披露しきったりほちゃん。今現場で見てないんですけどね。ね、見てないからすごく適当なコメント言います。完璧じゃん。すごいね。ラジオ女子。さあさあ、今回はこちらのお店でございます。バーン、コーヒーかくらさんです。のんびりとコーヒーでもの、あ、コーヒー、そうですよ。ブラエプ、ブラエプの略しか知らなかった。ブラックエプの略してブラエプだからね。そうなんです、任せてくださいもコーヒーのことだから。ちょっとブラエプ姉さんについていきましょうよ。はい、ちょっと姉さん先に行ってくださいよ。じゃあ我々ついてくれ。失礼します。すいません、姉さんついてけ。姉さん、ブラエプ姉さん。やってきたのは、駅前の喧騒から離れ落ち着いた空間でコーヒーが楽しめる喫茶店かくら。お邪魔します。お邪魔します。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、りーちゃん、こうお店見てさ、気になること聞いてみたいこととか。あのカップがたくさんあって、お客さんの雰囲気に、合わせたりして、選ばせてもらったりしてます。すごい、めっちゃ良くない？確かに。そしてコーヒー大好きなちーちゃんよ。はい、お店入ってることですか？そこにハンドドリップのものが置いてあるんですよ。はい、はい、このお店は基本的にハンドドリップで結構されてる。ハンドドリップですね。はい、はい、ほらもう俺聞いたか、2人でね。ブラエプ全然違うよ。さすがだ。すごいよ。もしよろしければ、あのキキコーヒーみたいなことをさせていただいてもいいですか？よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、ブラックエプロンちーちゃんの実力をチェックするため、キキコーヒーに挑戦。みんなにはコーヒーを飲んで、その豆の原産国を当ててもらいます。すごい、すごい、かわいい。すごく華やかなカップになりましたね。これはやっぱり思いがあって。そうですね。
往年のもう本当いい友のような、さあそれでは皆さんに飲んでいただきましょうか、はい、いただきます。いただきます。香りが全然違う。あ、もうその時点で分かるんだね。本当だ。なかなかでも違うよね。はい、え、早っ。マジ、はい、もうすぐ分かった。はい、違う。すごいな今の。これかっこいいよね。これで当たってたらね果たしてメンバーの答えは。せーの、パリジョンビア。パリ、パリ、え、パリやった。あの、パリっていう国。え、はい、え、何、怖い、怖いやった。お前、ここのこと名古屋県っていうタイプ。パリはフランスの首都です。フランスってあの、あれかと思った、大きめな、みんな、みんなの国集めた、ヨーロッパみたいなこと言ってる。すごい、すごい、なるほど。それでよくリーダーやってるね。いや私カップで日本かなって思っちゃいました。この華やかな感じが、ね、ちょっと和な感じというか ね、 うね、茶番はここまでにしよう。じいちゃん、大本命。はい、何でしたっけ。エチオピア。その心は。え、酸味、もうなんか変えた時にフルーティーの香りが。あー、ね、それだ。して、半水泉式か、あの、水泉式。まあ、半水泉式と水泉式って何。そこアフリカの方って割と乾燥式多くて、あの、身乾かしてからこの赤いチェリーの部分取るんです。でそうすると身の部分がちょっと豆にひっつくじゃないですか。それが酸味となって出てくるので。あーねー、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 そういうことか。豆の詳細まで語り、エチオピア産だと豪語するちーちゃん、果たして正解は。エチオピア。イエーイ。見たか、これがブラックエプロンだ。ラジオ女子、今回訪れたのはもう一つお願いがありまして、店長、はい、じゃあラジオ女子のメンバーと対決をしていただきたいんです、はいはい、で、あの、もしもラジオ女子が勝った場合、こうラジオ女子のですね、CD をお店に置いていただくことができます。いいですか、ありがとうございます。なんて心が広い。その対決内容は、あっち向いてホイ対決。まあ、店長さんにあっち向いてホイ3回もやってもらうのは申し訳ないじゃん、うん、でしょ。だからここで予選会を入れたいと思います。え、はい、ラジオ女子の中で代表者を決めていきたいと思います。その対決内容は、パンストかぶってコーラ早飲み対決。やった。あれですよ、みんな大好きパンストコーラ。違う。え、あ、ルール一応説明しましょうか、はい、タイトルの通りです。パンストをかぶっていただいて、その状態でコーラを誰が一番早く飲めるのかという対決。え、だって飲めないですよ、うん、網があるから。違う、網があるからとかじゃない。りーちゃん、なんですか。え、急に過酷。ということで、まずは頭からパンストをかぶっていただきましょう。え、入んない、頭からいかないと。違う、そう、普通にこう。普通って何ですか。もうこれの普通って何。あー、ひかりちゃんは早い。え、痛い。ちょっと、あのね、行ってきます。どこに。あー、パンストの世界へ。聞いたことねえよ。お目目が開かないわ。お目目を開かせて。あ、リーちゃん、リーちゃんめちゃくちゃいいじゃん。かわいい。羨ましい、かわいい。ちょっと待って、羨ましい、かわいい。あれ、ちーちゃんなんだろう。なんか違うんだよ。あ、ちょっと、あのここの部分のところでやってる、あの熱いところでやってる、広いところでやってる、圧がない。お手伝いします。で、まだ、え、もうだいぶやばくない。なんでだろう、なんでだろう。
なんか違う。ちなみにちょっとこうご自身でこうパンストを引っ張ったりとかすることでお顔をこうギュッとすることができます。あ、そちらで皆さんにこうインパクトポイント IP も今回ちょっと与えますので、速さプラス IP で。それでは用意スタート。さあ、うん、入ってこないんだが、ね、ちゃんと口開けて。開いてます。ほら、ちいちゃんやっぱ分厚い。あれ、りほちゃんが早い、りほちゃんが早い。あ、ひかりちゃんがない。今までありましたでしょうか。こんなにも静かなパンスト。おいしい。あ、いいですね。あ、いいよ、りーちゃん、りーちゃんいいね。ちいちゃん、ちいちゃん、え、ちいちゃん、はいちゃん、ちいちゃん飲む気ある？あります。あー、インパクトポイント。うまいっすか。いいですよ。さあ、いいね、いいね。あー、いいよ、ひかりちゃん、いいよ、いいよ、いいよ。あー、どうするか、きつい。ひかりちゃん、もっとミッションって、今のところインパクトポイント、IP は、IP は今のところひかりちゃんが何のストップだぞ、何のストップだぞ。さあ、そしてもう諦め模様はちいちゃんだ。さあ、諦め模様のちいちゃん。はい、諦めてませんよ。本当、頑張って。よし、いけ、いけ、いけ。さあ、はい、ノイキューストこの下のは小松里穂ちゃんということで、勝者、小松里穂。え、ごめんなさい。え、ひー、あっち、ひー、ひー、なんだ。え、この後の対決に向けての意気込み一言お願いいたします。絶対勝つぞ。頑張れ、リーダー。ラジオ女子ということで、代表者のりほちゃんと店長さんがあっち向いてホイ対決。小松りほ代表者、そして店長。店長ちょっと恥ずかしい。多めにちゃんと時給もらってくださいよ。給料多めもらってくださいね。最初はグー、じゃんけんぽん。あっち向いてホイ。勝った。勝者、ラジオ女子。やっぱりこれ代表決めてな、これな。パンストギュンやってな、ね、よかったよかった。よかったね。皆さん、お願いします。お願いします。ございます。ありがとうございます。まあ、せっかくなんでしっかりね、PR 動画も作りましょうよ。はいはい、しっかりお店の宣伝もさせていただきたいと思います。ということで、完成した PR 動画がこちら。え、何にする？どうしよう、どうしようかな。私は ODM で HC。 私は SWM で IC。 どうしようかな。私は IJT と PSYS と MS で、うん、食べるね。いや、ここ来て MS って。できれば略さず注文してください。喫茶店かくら。